俺の名前は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。うわー、得意先を訪問した帰り道に雨に降られちまった。くそー、会社を出た時は降ってなかったから行けると思ったんだけどな。予報は大外れだぜ。春先の天気は本当に変わりやすい。一長羅が台無しだ。まったく。あ、雷か。こいつは本格的に降るかもな。近場だからって車用車を使わなかったのは失敗だ。コンビニによってビニール傘を買うか会社までダッシュするか悩んでいたら、あ、俺の真上の雲が激しく光を放ったと同時にまばゆい光の柱が俺の胸を貫いた。あまりの突然のことで俺は身動き一つできなかった。天からまっすぐに来たのか地面付近でカーブしたのか、とにかく落雷の爆音が轟いた瞬間に俺の体は大きく後方にかじぎ飛ばされていた。数メートル宙に舞い、弧を描いて車道の中央分離帯の植え込みを突き破った。その時は自分でも不思議なんだが痛みはなかった。ただ、ああこれ今度こそ死ぬかもと考えていたことは覚えている。幸運というか悪運というか、俺は即死は免れたようだ。その瞬間ちょうど車道が赤信号だったのと植え込みがクッションになったおかげだろう。しびれは続いているが力を振り絞りなんとか起き上がった、うん、動いていないとそのままぽっくり行ってしまいそうだ。やばい、とにかくやばい。どうかしたんですか？119番を雷にすぐ通報します。その言葉を最後に俺は力尽きて意識を失った。目が覚めたら病院にいた。あ、ここは佐竹さん、気がついたんですね。先生、先生、佐竹さんが。看護師たちの慌てぶりを見ると俺は相当ひどい状態だったようだ。いやー、よかった。あなたが運び込まれてきた時は心肺停止だったんですよ。え、そうなんですか？背筋が凍ったよ、さすがに。どこまで覚えているのかというので一部始終を話すと、意識記憶ともに万内だしですね。よかったよかった。なんせ直撃雷を受けたと聞きましたからね。直撃雷。医師曰く直撃雷とはその名の通り、雷が直接人体に落ちること。対して半径30メートル以内に落ちた電撃が地面を伝って感電する誘導雷というのがあるそうだ。雷の放電電圧は数十万から2億ボルト。電流は数万から数十万アンペアになります。2億ってよく生きてられますね、俺。電気が体内を通り抜けたのが一瞬だったからでしょう。医者は笑って言ったが、当然俺は無傷で済んだわけではなかった。脳や心臓には異常はなかったものの、痺れたように体の感覚が鈍くなっていたし、さらに体の芯が焼けるように痛むことがあるのだ。鎮痛剤を早く。これは後遺症の神経痛で、適切な治療をすれば長くは続かないとのことだった。そんなこんなで2週間、治療が功を奏し順調に回復した俺は退院にこぎつけた。お世話になりました、先生。いやー、よかった。薬は忘れずに飲み続けてくださいね。調べてみたら、人間が落雷を食らう確率は100万分の1なんだそうだ。不幸体験なのは慣れたが、こんな大物を引き当てなくてもいいだろうに。一長羅のスーツも革靴もボロボロになっちまったしさ、参ったぜ、ほんと。しかも体には稲妻のような傷跡がくっきりと残ってしまった。雷の置き土産か。とはいえ、あれだけの事故で命を拾ったのは自分の悪運に感謝すべきかな。俺の名前は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。今日は休日、気分転換に隣町へ買い物に行ったんだ。見事な秋晴れだ。久々のゲンチャリも気持ちいいぜ。天気がいいので普段は乗らないゲンチャリも引っ張り出した。近場とはいえここは見知らぬ町だ。こうして歩いているとちょっとした旅行気分を味わえるな。すると少し古びた小物屋を見つけた。ふと立ち寄ってみた俺は、あるものを見て目を向いた。マジか、これは。ショーケースの中に置いてあったのはヴィンテージもののオイルライターだったのだ。ああ、知らなかったか？俺、アンティークのオイルライターが大好物なんだ。こいつは有名俳優も愛用していた数量限定の超レアものじゃないか。マジかよ、こいつは幸運だ。しかも値段はたった諭吉2人分だ。これを見逃すわけにはいかん。おっちゃん、このライター売ってくれ。本当に2万でいいんだな。まあいいよ、ケース開けるからちょっと待って。こうして思わぬお宝をゲットした俺は、暗くなってきた、速度落とすか。この頃は5時で日が落ちるようになったからな。こうしてホクホク顔で家路へと戻っているというわけだ。現車で走ること約1時間、家までもう少しだ。安全運転、安全運転と。下手に急いで事故ったらシャレにならねえ。住宅街に入って左折、道幅が狭くなるがここが近道。こいつを抜ければ家まで一直線だ。そう思った矢先だった。突如首に何かがぶち当たった。軌道を押しつぶされハンドルを離した俺は一瞬宙を舞い、ド
アスファルトに頭を強打。ヘルメットは割れ、そのまま気を失った。次に目を覚ました時は病院のベッド。あれここは。あ、佐竹さん、先生、被害者が目を覚ましました。ん？被害者？何のことだ。目は覚めたが全身が、とりわけ首が痛い。動けん、力が。ダメですよ、グイちゃん、危うく死ぬところだったんですから。事故った、それはわかるが、どうなったんですか。俺は、それに被害者って。そう急がないで、順に説明しますから。医師は驚くべきことの真相を語り始めた。なんと今はあれから1週間後、ずっと俺は昏睡状態だったというのだ。それだけでもすごいのに。あなたは殺人未遂事件に巻き込まれたのです。なんだって。ちょっと待て、俺は誰かに命を狙われる筋合いはないぞ。あなたが狙われたわけではありません。無差別殺人を起としていたんです、犯人は。え、無差別殺人だと。俺は真っ青になった。まさかそんなものに巻き込まれるとは。犯人はあの道路に黒く塗ったビニール紐を貼ったのです。ちょうどバイクに乗った人間の首に引っかかる高さにね。もしあそこで俺がもう少し速度を上げて引っかかったら、首の骨が折れるか、あるいは首から上が。なんて恐ろしい。首の包帯を解いてみると、あ、ひどいでしょう。あなたは死んでもおかしくなかった。ざっくり切れている。これじゃあまるで公衆刑の跡だ。よく生きてたな。誰が何のためにこんなこと。それは警察の方に聞いてください。犯人は捕まったそうなので、直に説明に来てくれるはずですから。その数日後、ニートの暇つぶしが動機だって。ああ、そうだ、自分が張った罠に誰が引っかかるかゲームしてやがったんだ。運が悪いね、オタク。刑事によると犯人は現場近くに住む無職のおっさんだという。それで犯人はどうなるんです。まだ起訴もされてないから何とも言えんが、まあしばらくは豚箱暮らしだろうよ。無差別殺人を狙っていた犯人、この場合一般の殺人未遂より罪が重くなる可能性が高いそうだ。あれから2週間、ようやく俺は退院することができた。ああ、ひどい目にあったもんだ。心配されていた頭部への影響もなかったし、全身打撲もすっかり治った。これ治療費犯人か親類に請求できるよな。俺の名前は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。今までなんだかんだと悪運強く生き延びてきた俺だが、どこを見ても木と草ばかり。草、ここは一体どこなんだ。今回ばかりは本当に死ぬかもしれん。なぜなら俺は友人の藤田と共に深い山の中で遭難してしまっているからだ。藤田、まだ携帯は繋がらないか。ダメだ、まだ圏外だ。ことの起こりは3日前に遡る。結構高いな、大丈夫か。心配すんな、俺は登山のベテランだぜ。まとまった休みが入ったので藤田と N 県の山を制覇しに来た。予定では余裕を持って登りきれるはずだったのだが、大丈夫か佐竹。前日の雨で山道のコンディションが悪く、頂上に着いた時には日が暮れかけていた。俺たちは急いで下山しようとしたのだが、暗くなっていく中焦ったのが悪かった。佐竹、道が途切れているぞ。しまった、ここは登山道じゃないんだ。なんと山中で道に迷ってしまったのだ。来た道を戻ったはずが完全に迷ってしまった。登った時は川なんてなかった。くそ、ここはどうなんだ。佐竹、この時点で俺は半ばパニックになっていた。池ども全く問題は解決しなかった。川に沿って下へ下へ降りれば麓に着くはずだ。そうだろう。待て、この先崖っぽいぞ。俺たちは遭難状態になってしまった。あたりは暗闇、そして途切れることのない緑、そこら中に虫が飛び回っている。誰だ。暗がりや茂みの奥から感じる何かの視線は常にこちらを捉えて離さない。さまよい続けて夜が明けた時、どうした佐竹。そんな俺たちの前に思わぬ障害が立ちはだかった。それは空腹、昨日の昼から何も食ってない。やばい、腹が減って力が出ねえ。食い物は何もないな。日帰り予定だったから何も持ってきてない。どうしよう。するとすぐ近くの木の根元に椎茸に似たキノコを見つけた。おお、天の助け。火を通せば割といけるぞ。そうか。10本ほど平らげ、俺たちは再び歩き始めた。腹を満たした甲斐があって軽快に歩を進めていった。どうした佐竹。しかし慣れない現地調達のツケは数時間後にやってきた。どうやら先ほどのキノコは食用には適していなかったらしい。すまん藤田。気にするな佐竹。結局俺はさらに衰弱することになってしまった。また日が暮れた。腹が減ってしょうがない。何か食わなきゃ死ぬ。にが食ハンターだな。まるで芋虫に雲、泥みたいな味がする。
ただただ俺はさまよった。空腹、疲労、夜闇の不安から来る寝不足。誰だ、俺を呼ぶのは。引っ張るな、引っ張るなよ。5日目を過ぎる頃には俺は幻覚や幻聴に苛まれるようになった。心身ともに限界を目前にする中、さらなる悲劇が俺を待っていた。藤田、おい、どこだ藤田。8日目の朝、旅を共にしていた藤田が忽然と姿を消したのだ。俺は探し回って足元がふらつき崖から落ちてしまった。だー、骨折。足が解放骨折。動けない。藤田はいないし、俺の心は完全に折れてしまった。もうダメだ。その時、リュックから何かが転がり落ちた。なんだ、携帯かよ。役に立たないと電源を落としていたスマホだ。もう放っておこうとも思ったが、どうせ死ぬんだ。そうだ、知恵との写真を最後に見ておこう。そう思って電源を入れた。そしたら、あ、電波が来てる。いつの間にか圏内になっていたのだ。天は、俺を見捨ててはいなかった。なんと嬉しかったことか。こんな時は、落ち着け俺。そうだ、110番だ、110番。どうしました？山で、遭難、D 山です。お名前と電話番号を GPS で位置を確認します。助かる、助かるんだ。一気に気が緩んだ俺は、それきり気を失った。目を覚ましたら病院。体中にあった苦痛はだいぶ収まっていた。気がつきましたか？いや、よかった。衰弱がひどくて死ぬところでしたからね。すみません、お手数をおかけして。あ、そうだ。藤田は見つかりましたが、俺の連れです。途中ではぐれてしまって、俺には何より藤田が気がかりだったのだが、帰ってきたのは思いもよらない答えだった。藤田？遭難したのはあんた一人だけだよ。いえいえいえ、もう一人いたんですよ。一緒に山に登って。いや、足跡はあんたのしかなかったし、登山者名簿にも藤田なんて名前はなかったんだよ。どういうことだ？俺は混乱した。佐竹さん、その藤田という人物はあなたが生み出した幻覚かもしれません。え、幻覚？極限状態の孤独によるストレスから人間は自らを騙すことがあるのです。そんなバカな。俺は携帯の履歴を調べた。何度も話したという確かな記憶がある。ところが、そこには藤田の足跡は一つもなかった。まるで狐につままれたみたいだ。もし実在しているとしたら、藤田という人物を明確に思い出せるはずです。そう言われて気づいた。いざ思い出そうとした途端、記憶がおぼろげになるのだ。いつからの友人だ？どんな顔してたっけ？あれれ？それから数日して俺は退院した。通院でリハビリだ。今でも信じられない。何かの陰謀じゃないのかとさえ疑った。藤田、お前は本当にいなかったのか。何も思い出せない友人。俺の問いに答えは返ってこない。不思議なこともあるもんだ。俺の名前は佐竹博文。ちょっと切れ目が浅いかな。割と本気で人生とは何かを考えている男だ。2週間ほど前、俺はついに無職生活に終止符を打つことができた。佐竹さん、採用です。いつから出勤が可能ですか？ありがとうございます。なんなら明日からでも。このご時世で正社員採用だ。涙が出るほど嬉しかった。職を失ってからの心細さは、まるで明かりのないトンネルを歩くようだった。やったー、出口だ。これで知恵に胸を張れる。俺は暗闇から抜け出すことができたのだ。だが、そんな喜びは出社初日に打ち消されることになる。あの、御社はおもちゃ製造業と聞いていましたが。そうだよ、おもちゃはおもちゃでも大人のおもちゃだがね。なんだと。救いの光の先に待っていたのは、なんというかあまりに満ちすぎる特殊な世界だったのだ。ハロワにはおもちゃ製造としか書いてなかったのに、ある意味詐欺だろうこれ。しかしだからといって正社員の座は棒に振るには惜しすぎる。職業に寄せんなしと自分に言い聞かせたのだが、工場勤務ですか？話では営業職と。取り扱う商品を知らねば営業もできんだろう。まずは勉強してきなさい。おもちゃ作りを命ぜられてしまった。そんなわけで2日目からは現場へ赴くことになったのだ。言ってることはもっともだけどさ、商品がすごすぎてすっと入らねえ。俺も男だから興味がないといえば嘘になるが、買ったことはない。そうして地図とスマホのナビに頼って勤務先に着いたのだが、ごめんくだぞ。くそ。入った瞬間鼻についたのは樹脂が焼ける独特の匂いだった。いや、本部から来た人だね。私は諏訪、ここの工場長をしている。佐竹です。しばらくお世話に。諏訪さんの案内で工場内を回ることになった。責任者は割とまともそうだな。しかし製造ラインに入ると俺は度肝を抜かれた。どう？何ですかこれ。金型だよ。いきなりの洗礼に言葉を失う俺。じゃあ作業工程を順に見ていこうね。諏訪さんは俺のことはお構いなしにどんどん進んでいく。金型に350度に熱したエラストマーを流し込む。エラストマー？弾性を持った高分子の総称だよ。ゴムやシリコン樹脂なんかがそうだね。
それから型を冷却して樹脂が固まったら型から外す。この時は棒を使って空気を入れてやると外しやすいんだ。なるほど。作ってるものが何であれ、仕事はちゃんと覚えないとな。この時点ではまだ熱を持っていて柔らかい。冷水にさらして粗熱を取り樹脂を固着させる。ここで手荒に扱うと型崩れするから注意してね。はい、すさまじい見た目だな。こうして十分に冷えると蒸気を当てて継ぎ目やシワなどを取り除く。表面を滑らかにするんだ。なるほど。安全性を徹底重視しているのは当然だけど、少し感動を覚えた。こうして全ての工程を学んだ俺は一人で作業を任された。俺は何をやってるんだ一体。仕事とはいえ来る日も来る日も作るのはきつい。精神的に。この工場は商品のクオリティへのこだわりがすごかった。なんでこの出来だ。もっとプライドを持って勉強しな。すみません。びっくりしたが、これが職人魂なんだな。その姿勢は敬意を払うが、麻痺してどうにかなりそうだぜ。心が折れそうになった時、工場内にアラームが鳴り響いた。出所はローション製造機で、現場にはすでに工場長や先輩が来ていた。どうしたんですか。どうも攪拌機の調子が悪いらしい。佐竹君、上から中を見てもらっていいかい。俺が見てもどうしようもないと思うのだが、言われたからには行くしかない。よく見えないな。もうちょっと顔突っ込んでみろ。そこに攪拌用の棒があるから。先輩に言われるままに薄暗いタンクの中に首を突っ込んだその時、地震が起こったのか、ぐらりと足元が揺れたために、おお、俺の体はタンクの中に落ちてしまったのだ。一瞬宙に浮く感覚の後、俺の全身を焼けるような熱さが襲った。80度近くまで熱せられた粘液に満たされたタンクの中はまさに灼熱の釜だった。入り口の縁をつかむが、ローションのせいでぬるっと滑ってしまう。佐竹君が落ちたぞ。119番に連絡を。誰か名前持ってこい。ローションが鼻や口を焼いて息ができない。いかん、死ぬ。次に目を覚ましたら、俺は病院の中にいた。大丈夫ですかね、佐竹さん。無理に話さなくて結構。気管の粘膜が火傷してますからな。道理で息をするたびに鼻と喉が痛いわけだ。聞けばタンクから助け出された俺は呼吸が止まっていたらしい。ダメです。全身の火傷に加えて気管にローションが詰まっています。吸引器で吸い出せ。急がんと窒息死するぞ。優秀な救急隊員のおかげで助かったんだ。幸いにも火傷は皮膚移植するほどでもなく、気管の方も数日で喋れるようになった。あんな事故があってはさすがに。そうか、残念だ。そして1週間ほどで退院した俺はその足で会社を辞めた。こうして俺はせっかくの正社員を手放してしまった。これって職歴に影響するのかな。また無職に戻ってしまったが、次こそはフィットする就職先が見つかればいいな。俺の名前は佐竹博文。社会復帰への道を探る人生の迷い人だ。世の中の人間たちは無職と聞けば悠々自適なんて思うかもしれないが、早く仕事を探さないと。実際は精神にかかる負担がとんでもなくて、気楽になんて過ごせない。預金の残高を確認するたびに陰鬱な気分になるし、あれ、あの人ってこの頃仕事に行ってる？もしかして。無職の追い目から周りの目が気になる。将来のことを思えば不安で眠れなくなる。今は絶望的な就職なくそー。この国はなんで失敗したやつにこんなにも厳しいんだ。その不安と心細さは明かりなしで暗闇の中を永遠と歩くかのようだ。こんな生活を送っていれば癒しの一つも欲しくなる。ピンクな店は高いしな。安くていいのは。こうして調べていると思わぬ情報が目に入った。それは針治療がストレス解消に効果があるという情報だった。心のツボを押してリラックス。うつ病にまで効果があるのか。これはドンピシャだ。うつうつとした環境が変わるかもしれない。雨の中その鍼灸院に向かうと、だ、車に水をはねられた。なんとか鍼灸院に着いたのだが、とははは、失業者の上に車に水をぶっかけられるとは、生まれついての下級国民ですな。はあ、なんだこの責任者、超ムカつく。逆にストレスが溜まりかけたのだが、緊張しないで。凝り固まった心を解きほぐすことをイメージしてください。はあ、部屋に満ちるアロマの香りのおかげか、どんどん心がリラックスしていくのが分かった。そうして始まる施術。では針を打っていきますよ。の、痛くない。顔をはじめ次々と針を打たれていくのだが、驚いたことに全然痛みがないのだ。トントンという心地よい刺激。するとまぶたが下がってきた。眠ってもらっていいですよ。はあ、いつしか俺は夢の世界へ旅立っていった。最高の気分だ。
この一件ですっかりハマった。俺は週に1回のペースで針治療へ向かうようになった。どうです就職活動は。まあダメですね。でも落ち着いています。俺は心が軽くなっていた。そんな中、一社から面接の連絡が来た。明日ですね。ええ、大丈夫です。正社員募集のところに出した俺の履歴書が引っかかってくれたんだ。そこで景気づけとばかりに針治療へ訪れた。明日が面接なんで不安をここで落としていきたいんですよ。わかりました。じゃあこっちも気合を入れます。これは良い結果を得られそうだ。いつものように針を打たれる独特の刺激にまぶたが重くなっていた。その時だった。どう？突如体の奥まで貫くような鋭い痛みを感じた。一体何事かと振り返ってみれば、すみません、少し針が深く入りすぎました。大丈夫ですか？鍼灸師が申し訳なさそうな顔でこっちを見ている。なんとか大丈夫だと返事をしようとして、俺は違和感に気がついた。どういうわけか声がまともに出ない。吐けても吸えないのだ。息をするたびに右胸の奥を圧迫されるような痛みが走る。まずい、救急車だ、救急車を呼んでくれ。そしてそのたびに呼吸がしづらくなっていく。動くたびに胸の奥から響くという不気味な音。それを聞きながら俺の意識は遠のいていった。その後、意識を失った俺が目を覚ましたのは病院のベッドの上。ここは動かないで。胸の管で空気を体外に排出していますから。窓の外は真っ暗だし、なんだかわからんが胸の脇から管が生えている。正直言って何がなんだかわからない。俺どうなったんですか？あなたは急性の気胸で病院に運ばれてきたんですよ。気胸？俺はいまいち状況がつかめなかった。気胸というのは何らかの原因で肺に穴が開いて胸腔内に肺の空気が漏れ出すことです。それってどうなるんです？漏れ出た空気が肺の活動を妨げて呼吸ができなくなります。肺というのは呼吸するたびポンプのように胸の中で膨らみ縮むものらしい。しかし胸の中に空気が溜まれば膨らむためのスペースを確保できずに機能不全になってしまう。その原因は鍼灸師の施術ミスらしい。上半身の針治療は深さや角度以下では針が肺に届いてしまうのです。俺が穴を塞ぐ手術を受けていた時、あの鍼灸師が説明に来ていたそうだ。そして俺の胸に生えている管は胸の中に溜まった空気を抜くためのものらしい。肺の傷も処置をしましたが、1週間は入院してもらいます。1週間だって？おいおい、面接に間に合わねえじゃねえか。やっと掴んだ再就職のチャンスなんだぞ。どうにかなりませんか？せめて明日だけ外出許可を。そんな体で出られるわけないでしょう。説得も虚しく、俺は面接に行くことができなかった。翌日には鍼灸師の先生が謝罪にやってきた。この度は本当に申し訳ありませんでした。気にしないでください。ミスは誰にだって起こりうる。示談金を受け取って手打ちにした。あれから1週間が経ち、胸の管も抜けた俺は病院を後にした。いいのか悪いのか、ちょっとの間は示談金で生きれるな。悲しいがちょっとありがたい。それが俺の現実だな。俺の名前は佐竹博文。行くぞ佐竹。おう、どこにでもいるサラリーマンだ。俺は今休日を利用して日頃のたまりにたまった運動不足を解消している。佐竹シュートシュート。よっしゃ。競技は見ての通りフットサルだ。きっかけは同僚に元フットサル部のやつがいて、つてで廃校の体育館も借りられたしさ、ちょっと遠いけどどうだ。俺素人だけどそれでよければ。そいつから誘いを受けたのである。そうして出向いた体育館だが、想像とはかなり違っていた。こりゃ掃除からだな。さすがにワックスは無理だから拭き掃除だけにしよう。小学校なので結構狭いし、手入れもしてないのでボロボロだった。体育館は床の木材も含めかなり老朽化していた。床もボロっちいね。何年も放置していたんだろうな。それでも自分の手で綺麗にすれば愛着が湧く。というわけでいざ試合が始まればみんな夢中になった。ほら、たまい。トラブルも込み込みで俺はこの時間を楽しんでいた。ゲームは一進一退のいい勝負。佐竹行ったぞ。作戦か。そうなれば負けん気も重なって俺だって多少の無茶をしてしまう。競り合っていた相手チームの選手を出し抜いた俺は、おりゃー、しまった。ボールを確保するために勢いのままスライディングを繰り出した。ボールを確保してやったと思ったのもつかの間、次の瞬間俺の脇腹を後ろから強烈な痛みと灼熱感が襲った。反射的に立ち上がろうとしたが体に何かが引っかかって立つことができない。どうした佐竹どう。しかもその動きで悪化したのか痛みはさらに増してしまった。どんどん体の力が抜けていくし気分も悪くなってくる。動くな佐竹救急車、早く救急車を。くそ、どうなってんだ。同僚の声と背中に広がる濡れた感触に反射的に下を見た俺は我が目を疑った。
なぜなら寝そべってる床には俺を中心に血だまりが広がっていたからだ。じっとしてろ佐竹、床材が背中に刺さっているんだ。ほどなくして消防隊が来てくれたが、ここからが大変だった。少し我慢してください。患者の体を上げるぞ。もう少し上げてくれ、ノコギリが届かない。失血死を避けるために体に刺さった木材を切り離す必要があったのだ。よし、切断する。切る振動が内臓を痛めつけるようだった。なんとか切り離し救急車に乗れたものの、俺は痛みと失血で気を失いかけていた。まずいな、もしかしたら肝臓に。とりあえず輸血だ。意識が途切れる前に聞いたのは不穏な言葉だった。なんだこれは、木材が肝臓に刺さっている。なんでこんな。病院は俺が担ぎ込まれた瞬間大混乱になったらしい。それから俺はひどい夢の中にいた。後ろから腹を串刺しにされる痛み。やめろ、助けてくれ。そして体から大切なものが流れ出る喪失感、それはまるで地獄のようだった。そんな悪夢に耐えかねて目を覚ますと、俺は病院のベッドの上にいた。俺どうなって。ぼやけた意識がはっきりしてくるにつれて、背中の傷がひどく痛んだ。とにかく状況を知ろうとナースコールを押せば。よかったですね佐竹さん、一時は本当に危なかったんですよ。現れた医者の第一声がこれである。俺の怪我は古くなった床材が割れて背中に突き刺さったのが原因らしい。傷は肝臓に達していた上に出血多量でショック症状まで起こしていたんですよ。そうなんですか。痛いとは思っていたけど、そこまで傷が深かったのか。肝臓というやつは太い血管が何本も通っていて、傷がつけば大量出血の危険があるそうだ。副口内に血が溜まればショック症状など他の臓器に悪影響を及ぼすのです。俺もあのまま行けば多臓器不全か出血性ショックで死んでいたらしい。幸いにも命は取り留めたが、ここからが本当の地獄だった。破傷風など感染症の危険性もありますので入院してもらいます。はい。仕事もあるし入院なんてしたくないが、命がかかっているとなれば断れない。こうして治療が始まった。どうですか、痛くはありませんか。ええ、大丈夫です。まず肝臓から血が出ていないかを1日何度もチェックされた。加えて感染症対策。はい、チクッとしますよ。あっち。1日何度も血を抜かれる。菌がないか調べるのだ。抗生物質入りの点滴だって四六時中入れっぱなしだ。いつまでかかるんでしょう。もう少し我慢しましょうね。今菌が増えると大変ですから。点滴してると小便が近くなったり体がむくんだり、いろいろきつい。ゴールが見えてこないのがじわじわ精神的に来るのだ。何よりきつかったのは痛み止めが切れた時だ。突然腹に焼けた杭を打ち込まれたような激痛に襲われる。誰だ、肝臓は沈黙の臓器なんて言ったやつは。痛えじゃねえか。幸いにしてそれ以上の大事には至らず、ゴールは1週間後だった。お世話になりました。お大事に。無理はいけませんよ。はい、肝に銘じます。傷はまだうずくし、しばらくは通院だ。しかし俺はスポーツに向いてないのかな。もしあんな機会が巡ってきても調子に乗るのはやめとこう。俺の名前は佐竹博文。 48A is here. Thank you. どこにでもいるサラリーマンだ。今は数日間の海外出張を終え、同僚の与沢と日本に帰るところだ。今回の取引は大成功だったな。ああ、肩の荷が下りたよ。今回飛んだのはチェコ共和国。この国の工芸品の素晴らしさをぜひ我が国にも知らしめたいのです。わかりました。そこまで熱意があるならお任せしましょう。チェコはボヘミアンガラスやオーガニックコスメが有名だ。娘へのお土産に手作りの木の玩具を買ったんだ。独特の温かみがあるよな。あとはおもちゃなどの木工細工が素晴らしい。おいおい、モービールか。いいんだよ、あとは本社の連中に任せるだけさ。ならば俺は空の景色でも楽しもうと思った。なんだ。しかしそんなのんきな考えはモルクも吹き飛ぶことになる。雲を眺めているとその中に黒い煙が見えたのだ。お、これって前からか。好奇心で煙を追っていた俺はその出所を見て心の底から後悔した。なんと黒煙の出所は右主翼の下にあるエンジンからだったのだ。これやばいんじゃ。背筋に走る王冠に身を震わせていると機内に大きくチャイムが鳴り響いた。ついで聞こえてきたのは司令ではなく機長の声。当機はエンジントラブルにより空港へと帰還します。お客様は席から離れずに冷静に対応してください。どう。後ろから声がした。エンジンから煙が出ているぞ、大変だ。それと同時にパニックになる機内。はい、どうなってんだ。まさか落ちるんじゃないだろうな。大丈夫です、落ち着いてください。お客様、どうしよう、どうしよう、やばいぞ。つい俺も一緒になって焦りまくってしまった。
しかし与沢は違った。落ち着け佐竹、騒いでもしょうがない。ここはスタッフの指示に従うんだ。離陸前に説明があったろ。ああすまない。すると彼は座席前のポケットにある緊急マニュアルを取り出した。佐竹、足元のバッグをもっと奥へ詰めろ。いざという時対衝撃姿勢を取るのに邪魔だ。ああそれより頭の上の手荷物を下ろした方がいいんじゃないか。落ちてきたら頭上のロッカーが崩落するなんて考えなくていい。そんな時が本当に来たらそれこそこの飛行機の最後だ。脱出用ドアの位置と滑り台の降り方を確認する方が有益だ。あそうかそうだな。あれが酸素マスクの蓋だ。必要になったら降りてくる。高度1万メートルで機体に穴が開いた時でも心配ない。座席の下に救命胴衣があるから確認しろ。もっとも今は陸地の上空のはずだがね。これで俺たちができるのは最悪の事態が起こらないよう祈るくらいのことだ。しかし与沢よく冷静でいられるな。怖くないのか。生き残るために最善を尽くす。ビジネスの世界だってそうじゃないか。さすが世界に誇る日本の商社マンだ。こうして万一の備えをしていた俺たちだったが現実は実に非常だった。の爆発音か。やばい火が見える。轟音と激しい揺れ、外を見るとなんとエンジンが真っ赤な炎に包まれていた。傾き降下を始める飛行機。墜落するんじゃないのかおい。マイガー。落ち着け、片肺でも飛行機は飛べる。乗客の悲鳴や怒号が飛び交う中与沢は叫んだ。その時だった。俺もそして与沢も想定していない事態が起こった。バリバリと何かが破れる破滅的な音とともに、うわぁ、俺のすぐ横の天井や外壁が吹っ飛んだ。エンジンが爆発したんだ。とっさに逃げようとしたものの、佐竹、シートベルトと息もできないほどの強烈な風がそれを許さない。吹きつけてくる猛烈な風と身を切る寒さ。寒い、息ができない。地上1万メートルの上空は氷点下の世界。何とかしようと身をひねろうとしたその時だった。佐竹、なんと半壊した床から俺を乗せたシートが吹き飛ばされてしまったのだ。風切り音と寒さの中、息苦しさから遠のく意識。どうする、どうしたらいいんだ。俺は放物線を描いてどんどん落下していった。このままベルトで椅子にしがみつくだけでいいのか。いや、いざという時身動きが取れないのはやばい。錯乱している頭で何がベストかわからなくなっているが、とにかく俺はベルトを外すと背もたれを抱え込む体勢を取った。前半身を保護すると少しだけ安心できる。風圧がすごいが自由落下中だ。体が軽い。こんな時になんだがやけに冷静になってきた。これからどうする。このままでは死ぬんだぞ。どうにか回避する方法はないのか。空中遊泳は数分間だったのだろうが、俺には何時間にも感じられた。やがて木々が生い茂る山肌が見えてきた。いよいよ最後の時がやってくるのか。地上に激突すれば俺はバラバラ、潰れたトマトだ。待て、俺は数々の修羅場をくぐり抜けた男だ。そうだ、脳裏によぎる走馬灯の中から俺は蜘蛛の糸のような生存の可能性を見出した。そして訪れる激突の瞬間、俺は椅子を思い切り蹴って飛び上がった。作用反作用の原理だ。時速200キロの落下速度がどれだけ相殺されるのかは未知数だが、やらないよりはマシだ。この極限状況でタイミングよく蹴り上がれたのは奇跡でもあるし、火事場のクソ力ってやつかもしれない。俺は林を突き抜けて背中から落ちた。体がバラバラになるような衝撃だ。落ちたのは急斜面。チケドを吐きながら凄まじい勢いでゴロゴロと転がった後、なんとか仰向けに止まることができた。骨折もあるだろう。血も吐いた。どこかの臓器が破裂している可能性もある。しかし、生きてる、俺は生きてるぞ。体は痛くて動かせない。しかし生を拾った喜びで気にはならなかった。その後俺は1日程度で救助隊に発見された。生存者だ、生存者発見。信じられん、どうやって生き延びたんだ。山の捜索は難しいだろうに、我ながら悪運が強いな。病院で診断を受けた結果は全身打撲、両足の亀裂骨折、それだけだ。驚くほど軽傷だった。だが、助かった日本人は俺だけ。エンジン爆発は致命的な損傷を機体に与えていた。生存者は3名、与沢は助からなかった。外に放り出された俺が助かって機内にいた与沢が死ぬなんて、なんと皮肉なことだろう。この物土産どうすんだよ。神は不公平だ。あんないいやつを。生きてる俺は与沢の無念を一生背負うのが義務だと思う。忘れないからな。俺の名前は佐竹博文。やばい、乗り遅れる。人間の限界を試すような地獄の繁忙期に苦しむサラリーマンだ。
うちの商社では繁忙期になると午前中は九州にいて、午後には東北、そして夜には関東に戻ってくるなんて離れ技をしなくちゃならんこともあるのだ。そんなわけで次の新幹線の発車まで残り5分少々。今ならギリギリ間に合う。頼むから行かないでくれよ。俺は疲れた体にムチ打って必死に足を動かした。そうして新幹線のホームに到着した時にはすでに発車のアナウンスが流れていた。おお、待ってくれ。ダメか。鳴り響くサイレンと車体から出る排気音に気を流行る中、いやまだだ、間に合わせてみせる。三段飛ばしで階段を飛び降りた俺はその勢いのままラストスパートをかける。荒くなる息と爆発しそうな心臓と引き換えにどんどん近づく新幹線。やった、間に合った。そしてドアに指がかかったことに安堵した次の瞬間だった。ブシューという排気音とともに入り口に扉がで、なんと縁にかけた俺の指をがっちりと挟んでしまったのだ。慌てて抜こうとしたのだが、強い力で挟み込まれた指はびくともしない。84号が発車します。お見送りの方は、ちょっと待ってくれ。しかも無情にも電車が動き始めたではないか。焦るこちらのことなどお構いなしにスピードを上げていく新幹線。やばい。引きずられないように足を動かすのに必死で、こっちは助けを呼ぶ余裕もない。いくら頑張っても人間が新幹線の加速についていけるわけがない。助けてくれ。俺はこのまま走ったらどうなるんだ、想像もつかない。止めろよ。おい、なんか引きずられてるぞ。やばい、駅員はどこだ。半分発狂したような声で呼び続けると、ホームの何人かが気づいてくれた。ようやく助かると希望の光が見えたのに、それも一足遅かった。どーん、もう道がない。そう、眼前にはホームの終わり、鉄柵が迫ってきていたのだ。目の前に迫る腰ほどの高さの柵、飛べる自信はないが選択肢などない。どーん。俺は疲労で痙攣し始めた足に無理やり力を込めてホームの床を蹴った。しかし俺の意志とは裏腹に、なえた足には障害を超える力はなかった。おっ、足の甲に硬いものが当たる感覚について、前につんのめる体、次の瞬間挟まれていた腕にちぎれるような痛みが走った。体が倒れたことで完全に右腕一本で引きずられる体勢になってしまったのだ。しかし地面を引きずられる感覚はなく、体は完全に宙に浮いていた。なぜならホームという足場が終わってしまったからだ。さらに加速する新幹線に反動でちぎれそうに痛む右腕、体が揺れるたびにゴリゴリという耳障りな音とともに激痛とおぞけが走る。それでも俺は渾身の力で左手で車体にしがみついた。ここで落ちたら地面に叩きつけられるか、最悪車輪に潰される。そうなれば待っているのは確実な死だ。右腕の激痛と全身を叩く強風に耐える中、どれほど時間が経っただろうか。あ、遅くなってる。そう、気がつけば新幹線の速度が少しずつ落ちてきていたのだ。そしてほどなくして車輪のけたたましいきしみとともに新幹線は停止した。あなた大丈夫ですか。おい、なんか右腕がおかしいぞ。ああ、俺はようやく地獄のような苦しみから解放された。その後病院へ運ばれた俺は様々な検査を受けることとなった。右手の親指を除く4指の骨折と肘、肩の脱臼、他にも左足の甲も折れてますね。あれだけの事故に巻き込まれてこの程度で済んでいるのは奇跡らしい。あのまま新幹線が加速したら右腕がちぎれていた可能性もある。そうなれば地面に叩きつけられるか、車体に潰されて死亡するだけだろう。事故といえば、かつてとんでもないいたずらに巻き込まれたことがある。あれは忘れもしない2020年秋頃、ゲンチャリに乗っていた時のことだ。買い物の帰り道、住宅街を抜ければ家まで一直線、そう思っていた矢先だった。突如紐状の何かが俺の首を刈ったのだ。軌道を押しつぶされ、ハンドルを離した俺は一瞬宙を舞い、アスファルトに頭を強打し、そのまま意識を失った。病院で目を覚ますと首元がざっくりと切れていた。原因はニートの暇つぶしのトラップ、悪質な愉快犯だったんだ。そうして俺が入院して数時間後には、鉄道会社の人間も顔を見せに来た。この度は大変ご迷惑をおかけしました。いいえ、駆け込み乗車をしようとした俺も悪いんで。ちなみに1997年東海道新幹線で悲しい死亡事故が起きている。扉に手を挟まれた男性が引きずられ車輪に巻き込まれて亡くなったのだ。旧型車両の構造上の問題であり、今は改善している。それから1ヶ月後、俺は完治してやっと退院することができた。今回は災難だった。早く仕事に戻らないとな、なんてのんきに考えていたが、地獄はまだ終わっていなかった。病院を出て自宅の最寄りに到着し、住宅街を歩いていた時だ。なんだ、
少し離れた場所からこちらを見る影に気がついた。影はかなりの体躯を誇る大型犬、おそらくはゴールデンレトリバーだろう。おいおい、そして奴は首輪をしていたものの飼い主の姿もなければリードもついていない。こんなでかい犬を放し飼いにするとは、飼い主は正気なのか。何かあったらシャレにならないだろう。あまりにもずさんなペットの管理に思わずため息が漏れる。犬と視線が合った瞬間だった。なんでだよ。なぜか奴はけたたましく吠えながら俺の方に走ってきたのだ。俺と遊びたいのか、なんて甘い期待は顔を見た瞬間一発で吹っ飛んだ。やばい、奴はマジだ。だって荒い息を吐く奴の口は完全に牙を剥いていたんだから。これはあかん、そう悟った俺は。回れ右をすると即座に逃亡を開始した。来んじゃねえよ。しかし脚力差は歴然、俺たちの距離は縮まる一方。このままでは追いつかれるのは時間の問題だ。なんとかしないと。暑さと酸素不足で霞がかかる頭。そりゃそうだ、入院で一月以上運動していない。しかしそんな俺を天は見捨てなかった。曲がり角だ。まるで脱出口だと言わんばかりに曲がり角が現れたのだ。これを使えばうまく負けるかもしれない。そう考えて角に飛び込んだ俺の目に映ったのは、こちらに走ってくる巨大なトラックの姿だった。全身を貫く衝撃と次の瞬間には宙を飛ぶ体。ぐるぐると回る視界に地面が近づくと、硬いものを叩きつけられる痛みが脳を襲った。薄れゆく意識の中、最後に目に映ったのは、なんだ急に飛び出してくるんだよ。慌てふためきながら電話をしている運転手の姿だった。次に俺が目を覚ましたのは病院のベッドの上。またかよ。首に足に右手までギブスか何かで固定されているようで、まともに動かせなかった。ナースコールで現れた医師に事情を聞くと、運転手が呼んだ救急車でここに運び込まれたらしい。いやはや、頑丈な体をしてますな。トラックに正面から引かれてこの程度とは。ああ、こんなミイラ男状態でこの程度と言われてもな。俺の容体は胸骨骨折に左足と右腕骨折、さらには肋骨もいっているそうだ。内臓は無事でしたが、これは飼い主に損害賠償案件でしょうな。え、そんなのできるんですか？もちろん、飼い主も特定されてますから。飼い主の手が離れた小型犬に驚いて転倒した男性が手首を折った例では、だ、ギャー、ギャー、すみません。1200万円以上の賠償請求があったらしい。新幹線の事故のいろんな手続きがまだあるってのに書類が増えちまった。場合によっては数千万か。しかし訴訟だのなんだのめんどくせえな。金の問題じゃない、痛いのはもうコリゴリなんだよ。誰か運気を変えてくれよ。俺の名前は佐竹博文、普通のサラリーマンが、通行人が串刺しに。経験者、経験者だ。さすがに今回ばかりはもうダメみたいだ。俺がこうなったきっかけは何だったろう。昼前までにもう一軒回れそうだな。そうだ、いつものように外回りでお得意さんを巡っていたのだ。最近の夏の日差しは強烈だ、気合だ根性だなどもはや超越している。暑い、やばい。お、でっかい日差しよけがある。せめて少しでも負担が少ない方法を選ばねば体が持たない。慌てて道路を横断した俺は建物の影の中でほっと息をついた。ああ、これで一息つけるな。照りつく太陽から身をかわせばやはり感じる暑さは全然違う。しかしまあ日本の夏も随分と暑くなってしまった。昔は30度になる日なんて年に数回あるだけだったのにな。それが今じゃ毎日35度に迫る勢いなんだから外に出るのも一苦労だ。そんな具にもつかないことを考えていたその時だ。そこのあんた危ない、早く逃げろ。突然上の方から怒鳴り声が聞こえてきた。何事かと見上げてみれば、必死の顔で下に手を伸ばす作業員と、え、嘘、こちらへ向けて落ちてくる鉄パイプが目に入った。これを食らったら確実に死ぬ。こういう時には火事場のバカ力が出るはずだが、あいにく俺は使いすぎでもう残っていなかったらしい。あは、現に身動きすらできずに俺はパイプを受けてしまったのだから。頭を襲うものすごい衝撃、同時にまるで焼けるような感覚。本来ならのたうち回るほどであろう痛みは感じることはなかった。全身の力が完全に抜けたのになぜか俺は倒れなかった。やばい、頭を貫いてる。救急車。貫いたパイプが使え棒になり倒れることができなかったんだ。おそらくは周りの作業員が騒いでいるのだろうが、その喧騒がやけに遠い。今度こそもうダメかもな。頭をよぎったそんな思いを最後に俺の意識は闇へ落ちていった。あれからどのくらい時間が経ったのだろう。どこだここは。
浮き上がるような感覚とともに目が覚めれば俺は物々しい機械に囲まれたベッドの上にいた。どうなっているのかと頭を働かせようとしたのだが、もやがかかったように思考ははっきりせず、さらには頭の芯がひどく痛む。挙句の果てに体がほぼ動かない上に路列もおかしいというおまけ付きだ。誰が？はっきり言って肝が冷えるなんてレベルじゃない。何が起こったのか知りたい。その一心で指にかかったボタンのようなものを押すと、先生こちらです。おお、目を覚まされたのですな。本当によかった。それはナースコールだったらしく、看護師を引き連れて医師が現れた。医師は俺が喋れないことを分かっているのだろう。佐竹さんも疑問に思っているでしょうから、検査の後で何が起きたのか説明しましょう。手際よくケーキを操作しながらそう言った。検査の結果は容体はいいとは言えないらしい。命の危機だ。まずあなたに起きたことですが、高所作業で落ちた鉄パイプがあなたの頭を貫通したんです。それを聞いた時、俺の頭によぎったのは驚きよりもやはりという納得だった。鉄パイプは頭頂部付近から頭蓋を貫通して後頭部へと抜けていたらしい。このような形で脳のほぼ中央を通っていたのです。実際のレントゲン写真を見せられた時はあまりの凄惨さに背筋が寒くなった。病院へ搬送された当初の俺を医師たちが一目見て絶望した。大変です。どう？即死じゃない方がおかしいというような惨状だった。これほど頭に重傷を負った患者を見るのは我々も初めてでしたね。これを見せられればなんで助かったのかわからない。しかし奇跡的に致命的な箇所は損傷しなかったというのだ。俺の様子に一刻を争うと判断した彼らは、なんと7人もの医師で俺の開頭手術を行ってくれたのだ。慎重にパイプを抜くんだ。脳をこれ以上損傷しないように。絶対にこの命を助けるぞ。いや、本当に紙一重でしたよ。1センチずれてたら命はありませんでした。ありがとう。先生はそう言って笑うが、めちゃくちゃ大手術になったのは想像に難くない。その後凄まじい高熱に体験したことのない頭痛を経て、佐竹さん、徐々にではありますが回復してきていますよ。俺は幸い一命を取り留めた。だがやはり怪我の影響は大きかった。ただ今のところ全身と下に麻痺があります。これは一生残るかもしれません。そうすっか。命を拾っただけ儲け者なのは理解しているが、実際に言われるとショックだ。実は頭を貫かれても生存した例はいくつもあるのだ。今年の7月、同じように鉄パイプが頭を貫通したインドの若者は一命を取り留めている。さらに銃弾が頭を貫通して自らの足で病院に行った事例もある。いて、病院行くわ。それから2週間程度の間、俺はベッドから全く出ることができなかった。佐竹さん、点滴を入れ替えますね。体が動かず、食べることもままならない。営業はずっと点滴だ。3週間目に入ると、脳の腫れが引いたとかで、体の右側は動くようになった。こっちはどうです？リモ管理は変。しかし左半身は依然感覚はなく、ピクリとも動かせなかった。今まで当然のようにできていたことができなくなる。その恐怖とストレスは凄まじかった。リハビリが始まると、俺は恐怖から逃れようと必死に励んだ。朝から晩までひたすらにリハビリを続け、やりすぎだと担当医から注意されることもあった。佐竹さん、休むこともまた治療なんですよ。すいません、もうちょっとだけやらせてください。何かしていないと心の何かがポッキリ折れてしまいそうなのだ。その回あってか、事故から一月ほど経つと、体の左側に感覚が戻ってきた。動くぞ。おめでとうございます、佐竹さん。左手で物がつかめるようになった時、俺は思わず泣いてしまった。これをきっかけに俺の左半身は目に見えて回復していった。凄まじい回復力ですよ、佐竹さん。いえ、皆さんの尽力のおかげですよ。その回復の速度は先生も目を見張るほどだった。そのおかげもあって、工事現場の責任者が挨拶に来た時も穏便に話すことができた。この度は本当に申し訳ありませんでした。どうぞ頭を上げてください。リハビリがうまくいっていなければ、感情のままに当たり散らしていたことだろう。リハビリの合間に何度も検査や整形手術を繰り返し、退院おめでとうございます。ありがとうございます。俺が生きていられるのは皆さんのおかげです。2ヶ月後、俺はようやく退院することができた。普通に動けるようになったものの、脳には今回の傷はしっかりと残っている。定期検診は必ず来てくださいね。何か異常があればすぐに病院へ行くように。わかりました。なのでこれからも病院通いは欠かせなくなった。それでも再びシャバの地を踏めるのは嬉しいものだ。工事業者からの慰謝料もたんまり出たことだし、もう少し髪が伸びるまでのんびりするか。ともあれ今は生きていることを喜ぼう。
俺の名前は佐竹博文。うわっ、なんで俺の下半身の車が潰しているんだ。今回ばかりは致命傷だ。今から数日前、今度土日と休みだからどこか行かないか。行く行く。俺は繁忙期を乗り越えてまとまった休みが取れたんだ。不幸続きで最近知恵と一緒にいられる時間も減ってしまっている。ごめんなさいひろふみ、私あなたの不幸体質に耐えられない。待ってくれ。それが理由で別れるなんてことは是が非でも避けたい。そんな思いもあって今回はご機嫌取りのために知恵を誘ったのだ。またひろふみ。いや、まず飯を食いに行こう。今日は知恵の日。まずはあらかじめ決めていた店へ知恵を連れて行く。俺たちが訪れたのはかなり雰囲気のいいイタリア料理店だ。素敵な店ね。そうだな。知恵は一目見ただけで気に入ってくれたようだった。彼女が気に入るのも当然だ。いらっしゃいませ。予約していた佐竹です。実はこの店はつい最近できた店で若い女の子に大人気なのだ。時間は13時30分。客の入れ替わりのタイミングを狙ったんだが。ひろふみ、オープンテラスに座らない？あ、いいね。今日は涼しいし、そのため普段はすぐ埋まるっていう人気席を選ぶことができた。こうして俺たちは日当たりも最適な席で料理に舌鼓を打った。めっちゃ美味しいね。ああ、話題にあるだけのことはあるな。人体なんて簡単に押しつぶす悪魔の撤回が迫っているなんて知らずにな。そうして最後のデザートも綺麗に平らげた時だ。お、なんだ。突然店の外でけたたましい音が響き渡った。何事かと目を向けた次の瞬間、我が目に映ったものに呆然となった。は？え、嘘。なぜなら店を囲う塀を越えて車がこちらへ降ってきていたからだ。空から降るのは何百キロもある鉄の塊。自分の体でかばっても無駄だ。二人ともべしゃんこになって間違いなく即死だろう。次の瞬間、俺の体は動いていた。椅子ごと知恵の体を被害が及ばないように突き飛ばしたのだ。一体なんで落ちてきたんだ。どの高さから落ちてきたんだ。かわさないと確実に死ぬ。迫り来る死と向き合ったからか、全てがスローモーションに見えた。しかし現実は無常だった。真っ只に落ちた車が俺の下半身を潰してしまったんだ。骨が折れたどころじゃない、完全に潰された感覚。下半身を丸ごと煮えた油の中に突っ込まれたような経験したことのない激痛。想像を絶する惨劇だったのだろう。なんで車が。救急車早く早く。店は壮絶なパニック状態となった。今回ばかりはもうダメか。薄れゆく意識の中、最後に目に入ったのは。ヒロフミ、しっかりして。ヒロフミ、死なないで。ボロボロと涙を流す知恵の姿だった。ゆっくりゆっくり開けろ。下半身が潰れてる。こんなのどうすれば。病院に運び込まれた俺を見て医師たちは真っ青になった。これは骨盤が完全に砕けている。造形の損傷はどれくらいだ。緊急で精子を分ける大手術となった。ボルトの固定完了しました。よし、骨を引き上げる。内臓に損傷が見られます。くそ、絶対に死なせない。あれからどのくらいの時間が経ったのだろう。あれ、ここは。全身を覆うひどい痛みで目を覚ますと、俺は病院のベッドの中にいた。状況をつかもうとナースコールを押したところ。あ、佐竹さん、目を覚ましたんですね。あ、よかったよかった。俺は死の淵をさまよっていたのだろう。医師と看護師が目を覚ましたことに驚いていた。あなたの下半身は車に押しつぶされた状態でした。そこまでは覚えています。それでこの状態は。骨盤と両足が粉砕骨折していたので、そのように固定しました。下半身がなくなったような感覚だったが、骨が粉砕していたのか。医師の話によると、下半身の骨が完膚なきまでにバキバキに割れていたらしい。佐竹さんは骨盤輪骨折といって、骨盤自体が割れている状態です。それをこの金属で固定していると。レントゲンで示された時、その惨状に寒気がした。骨盤の周りには大きな血管が通っており、それが切れると命に関わる。骨盤にボルトを固定しました。よし、元の位置に戻すぞ。なので血管を修復するために骨盤の矯正の大手術となったらしい。死ななかったのは奇跡と言えます。しかし容態が安定するまでは絶対安静です。はい、あの事故で命を拾えただけ儲け者と思ったが、地獄はここから始まった。ただただ治療に専念したのだが、療養生活は予想以上に厳しかった。まず強烈だったのは骨折と体に入った固定具の痛みだ。骨をつなぐためにこいつはこちらの体内深くに入り込んでいる。ダメだ、痛くてろくに眠れん。
骨盤に金属をぶっ刺されているために何もしていなくてもガリガリと痛むのだ。どうしてもきついので医師に相談すると、生きているだけで奇跡なのです。容体が安定すれば骨をボルトで固定する手術を行いますから。わかりました。ここまで言われると何も言えない。この状態でほぼ動けないのだが、それでも体はひねってしまう。先生、鼻の穴から変な汁が。ボルト穴は避けて産んでますな。すぐ消毒しましょう。その結果、耐え難い痛みに痒みが追加され、地獄を味わう羽目になってしまった。そんな地獄を耐えること10日余り。手術は成功しました。予後を見ますので、1週間は安静でお願いします。ありがとうございます。ようやく固定具をはめられた窮屈さから解放された。嬉しくて涙が出た。手術から1週間ほどが経った頃、知恵が見舞いにやってきた。怪我はなかったか。うん、広文のおかげだとしたら、体を張った甲斐があったというものだ。知恵の話では、カフェの上を通っている高架道路から自動車が猛スピードで飛び出したらしい。そのままテラス席にいる俺を直撃したってわけだ。我ながら、なんという運のなさだろう。あの時、車に潰された広文は血を吐いて動かなかったのよ。そうだったのか。今度こそ本当に死んだと思ったよ。それでも生きてるんだから、我ながらしぶとい。それとショックだったのは、事故車の運転手が亡くなっていたことだ。警察の話だと、事故の前に発作を起こしていたらしい。それはさすがに相手を責められない。運転中に突然の発作で事故を起こしてしまう人は年間300人以上いるのだ。この時巻き込まれて命を落とした人は本当にやるせないだろう。リハビリは車椅子に座ることから始まり、歩行練習など本当に辛かった。頑張って、あと3歩けれどここで怠けると歩けなくなると脅されたこともあって、俺は必死に頑張った。そうして事故から2ヶ月後、俺はようやく病院を出ることができた。まったく、デートに行っただけなのに死にかけるってどういうことなのよ。運も悪いが、タイミングも悪かったな。それでも運転手さんと違い、俺は生きている。この命を大事にしなきゃな。俺の名前は佐竹博文。佐竹！今度こそ本当にダメかもしれないサラリーマンだ。この日俺は同僚と後輩を連れて静岡にあるお得意さんの元へ向かったんだ。木村、大西、遠いから時間が怖いぞ。すみません、打ち合わせが伸びちまった。サンプルもあったから営業車でな。ギリギリ間に合う予定だった。しかし高速に入った途端に車の数は大きく増した。佐竹さん、この渋滞やばいですね。ああ、渋滞予測をミスったな。この混み具合、第一刻になってもおかしくないぞ。そうして牛歩のようにノロノロと車を進めること1時間。佐竹さん、運転変わりますよ。休憩してください。おお、すまんな。前方に遅れる可能性を連絡する。運転手を交代して何とかやり過ごしていた。そうしたチームワークがあったおかげで、運転変わってよかったっすね。一人じゃ絶対にイライラしっぱなしでした。渋滞に巻き込まれたらしんどいもんな。俺たちは特にトラブルもなく渋滞を切り抜けることができた。そうして車がスムーズに進み始めて少しした頃だ。あれ？なんか、助手席で景色を眺めていた俺はある違和感を覚えた。こちらの前を走る荷台を満杯にしたトラック。荷物は鉄柱の束。その鉄柱を祝えているロープがやや緩んでいるように見えたのだ。積み荷が崩れて降ってくるかもなどと考えたが、すぐに頭からそれを消し去った。まさか、なあ。どうしたんすか？いや、なんでもない。紐がほどけて鉄柱が落ちるなんて映画じゃあるまいし。だが運命というのは本当に残酷なものだ。俺が危惧した悪夢の光景が現実になったのだから。鉄が擦れる甲高い音がしたと思ったら、あ、嘘だろ。無数の鉄骨が轟音を響かせながら高速道路になだれ落ちたのだ。ずさんな荷積みをしたトラックの運転手はそのことに一切気づいていなかった。早く静岡に行かないと。ブラックすぎる過酷な勤務の末に仕事が手抜きになっていたのだ。にわかに現実とは思えない絶望を絵に描いたような風景。これは直撃だ。やばいって、助けて。神様、神様。あまりの事態に同僚が神の名を叫ぶ。このスピードでは道路で舞い踊る無数の鉄骨をかわすことは不可能だ。ちくしょう、お前らかがめ。俺はとっさにシートベルトを外して身をかがめようと思った。だが無情にもそれは間に合わなかった。100キロ以上のスピードで鉄骨が次々と車に突き刺さる。フロントガラスを鉄骨が貫いた車内はもはや地獄そのものだった。生温かい飛沫が飛び散り、俺の意識は闇に落ちた。あれからどのくらい経ったのだろう。それにひどく窮屈だ。俺が目を覚ましたのは頭と肩に走る痛み、そしてあまりの窮屈さからだった。
周辺を見て自分の置かれた状況に背筋が凍った。フロントガラスはめちゃくちゃで、ギャリブスマのように無数の鉄パイプが刺さっていたのだ。そして何より厄介だったのは、そのうちの2本が俺の頭と肩に刺さっていたことだ。自分の頭にパイプが生えている光景、最初に目にした時はおぞけが走ったものだ。肩に関しては完全に貫通している。体を貫いて助手席まで突き刺さっていた。頭の方は致命傷に見えたのだが、動かしてみると頭蓋骨は貫通しておらず、ギリギリのラインで脳に届いていなかったのだ。二人はどうなった？鉄パイプが多すぎてはっきりと見えない。木村、大西。返事はない。出血がひどく、目が霞んではっきりわからない。その頃、荷物の落下に気づいた運転手が現場に駆けつけた。なんてことだ、こんな。悪魔が生んだような光景にただ震えて呆然としていただけだが、しかしこの車内から出なければならない。ガソリンが漏れていたら爆発の危険もある。俺は身動きするだけで激痛が走るパイプを歯を食いしばって何とか引き抜いた。幸いにも衝撃でドアは吹っ飛んでいたので、パイプさえ抜ければ車から出ることができた。道路に転げたが、声はかすれるほどにしか出ず、下半身に力が入らない。肩の傷の他にも、鉄パイプに削られたのか、腕は骨が見えるくらい肉がそがれていた。手の甲の肉が削れている。止血しないと。木村、大西、大丈夫か。生きていてほしいと願い、力を振り絞って車内を覗いた。しかし残念なことに二人は助かっていなかった。そのあまりにも悲惨なありさまに、俺は思わず吐き戻してしまった。周りを見渡すと、高速道路は地獄のようなありさまだった。なんてこった。ごめんなさい、ごめんなさい。俺たちのようにパイプでハリネズミになった車、他にも壁に激突したものや玉突き事故も起きていて大惨事だ。俺も命に関わる重傷を負っている。しかし怒りがそれを上回った。何をしてるんだ、ふざけるわ。暴力反対の俺だが、この時ばかりは憤りに任せて運転手を殴ったんだ。仲が良かった二人を亡くした。死者はこの他にもいるはずだ。怒りは収まらない。どうしてこんなことに、どうして。そこで体力の限界が来た。出血と絶望で全身の力が抜け、俺はその場に倒れ込んだ。ごめんなさい、ごめんなさい。あれからどのくらい経ったのだろう。要救護者1名、生きてる。大丈夫ですか。ここがどこだか分かりますか。車内に2名、呼びかけに反応なし。ひどい、手を貸してくれ。救急隊がようやく到着したようだ。そのまま救急車に乗せられた俺だが、背中にも大きな傷を負っていたらしい。頭部、肩、それに背中に傷を負っています。なんてこった、背骨が見えている。応急処置と輸血を早く。正直事故のショックが大きく、言われるまで気がつかなかった。その後病院へ運ばれた俺は即入院となった。重傷ではありますが、あの状況の中で致命傷を負わなかったのは本当に奇跡です。そうですか。素直に助かったことを喜べない。亡くなった二人のことを思うとな。命を取り留めたと言っても、傷に加え腕や足に亀裂骨折があり、しばらくは寝たきりだ。木村と大西君の葬儀は無事に終わったよ。香典は言われた通り渡してきたぞ。すみません先輩、そのせいで彼ら二人の葬儀にも出ることができなかった。そして事件の原因を作ったトラックの運転手も間を置かずに逮捕された。自動車運転過失致死傷で送検されたのは、大田区に住む運送会社勤務の。危険運転ではないんだな。故意ではないのは分かっているが、厳罰を求めてしまうのはあの現場の惨状を知っているからだろう。それから一月ほど経って退院した俺は、すぐに木村と大西の墓へ足を運んだ。すまんな、成仏してくれ。入院中にいろいろと言葉を考えても、墓を前にすると口をつくのは陳腐なものだ。自分だけ生き残ったことへの負い目もあるが、そんな考えで拾った命を無駄遣いするのも罪だ。さあ裁判の準備だ。事故の大元を作ったブラック運送会社に社会的制裁を加えるのだ。それが俺の役目だ。俺の名前は佐竹博文。この世の真理を悟りそうになっているサラリーマンだ。先日俺は業務として郊外にある大きな化成工場に研修へ出されたんだ。はじめまして、佐竹と申します。今日はよろしく。工場長の野田です。目的は商品や業界知識を深めて、製造元と円滑に話を進めるためだ。こういった巨大な製造工場というのは、初めて入ると圧倒されるものだ。あ、すごい音ですね。私はもう慣れましたよ。これだけの騒音にケロリとしているとは、さすがは工場長ただものではない。
ここでは不燃建材を作っているらしいのだが、あれは何をしているのですか？木材に不燃処理をしているんですよ。なんと燃えない木材というのも存在しているのだ。作り方は専用の薬液を木材に浸透させるらしい。それから俺が次に訪れたのは、この機械は薬剤と混ぜた液体状の石膏を遠心力で乾燥させて純粋な石膏を分離するものです。遠心分離機ってやつですね。機械の大きさに圧倒されていた俺だが、ここであることに気がついた。蓋が開いた遠心機の上で作業員がホースで水を撒いているのだ。彼は何をやっているんですか？あれは塩を洗い流してるんですよ。塩？なんでも石膏と薬剤の分離過程で塩分が発生するらしい。せっかくなので上から分離機を見ましょう。迫力がありますよ。ありがとうございます。とても興味があります。俺は遠心分離機に興味津々だった。これが地獄へと続く階段とも知らずに。巨大なシャフトを中心にして轟音を上げて回る分離機はまさに圧巻だった。おお、すっげえパワーだ。しかし工場長は水をまく作業員の様子に眉根を寄せる。何をしよるか。水をまくときはホースを手で持たず固定しろと言っておいただろう。はい、すみません。工場長の一括に驚いた作業員がホースを離してしまった次の瞬間だった。ホースの先端がなんと遠心分離機に吸い込まれてしまったのだ。まずい。そしてそのホースは凄まじいパワーにより一瞬にして引きちぎられる。その直後、俺の背中に焼けるような衝撃が走った。着ていたスーツは破れ、皮のムチを食らったかのように背中の肉が弾け飛んだ。不意をつかれた強烈な激痛、踏ん張ることもできない俺は目の前にいた作業員を巻き込んで前方へ吹っ飛んでしまった。そしてその先に待っていたのは、なんだと、高速回転する地獄の釜だった。落ちた瞬間にドラム回転の凄まじい力で壁の方に吹っ飛ばされた。人間なんかに抵抗できる力じゃない。暴風を前にした紙切れのようだった。壁に張り付くと同時に全身を強烈な圧迫感が襲う。ドラムの回転で生じた遠心力が石膏まみれの外壁へ俺たちを押し付ける。液体の成分を分離するほどの遠心力は半端なく、俺は内臓が押し潰されるほどの苦痛を感じた。喉からせり上がる嘔吐物からは鉄錆の匂いがした。隣の作業員はもっとひどい状態だ。眼球は半分飛び出して内臓が破裂しているのか、目から鼻から口から穴という穴から血が噴き出していた。回る、圧力で骨がきしむ音とともに人間にとって大事なものが流れ出ていくのがわかる。ダメだ、死ぬ。この圧力を前に人体とはなんと脆いことだろうか。そして自分の肋骨が激しく折れる音を聞いた。圧力で体が変形してしまったのだ。今度こそ助からない。自分の命の灯火が消えていく気がした。どのくらい時間が経ったのだろうか。ぐるぐると回る視界に霞がかかった頃、救急車だ、早くしろ。はい。圧力から解放されたのだろうか。工場長が半ば悲鳴のような指示を出していた。隣には俺が巻き込んだ作業員がいた。田中がひどい、まずい。その絶望的な姿を見たと同時に俺の意識は闇へ落ちていった。病院に担ぎ込まれた俺を見て医師たちは絶望したらしい。ひどい、ひどすぎる。何が起きたらこうなるんだ。なんでこんなことが。そりゃそうだ、穴という穴から血と体液が漏れちまったんだから。全身のきしみで意識が浮上すると俺は病院のベッドで横になっていた。ああ。それと同時に全身に走るきしみと痛み、特に腹の奥、内臓の痛みがあまりにひどい。俺が苦しんでいるうちに取り付けられていた機材が外れたからだろう。佐竹さん、大丈夫ですか？目を覚ましたんですね。看護師を伴って医師が病室へ駆け込んできた。看護師によって再び機材を取り付けられた俺は医師から状況を聞くことができた。俺は一体どうなったんですか？動いてはいけません。背骨と肋骨骨折に加え多臓器が破裂しかけていました。話によると俺は今なお命の危険があるらしい。医師の話では肋骨が4本折れて背骨は骨折、いや肝臓にも大ダメージを負っているらしい。まだ予断を許しませんが、よくぞ生き残りました。遠心分離機にかけられたら普通即死です。そうですか。悪運は強いかもしれんが何とも言えない。見舞いに来た工場長の話から事故の概要が明らかになった。あの時俺の背中を押したのは分離機のシャフトに巻き込まれたホースだったと。そうです。巻き込まれていく過程でたまたま失ったホースが当たったんだそうだ。
俺たちが機械に入っていた時間は1分にも満たなかったらしい。おー、止まれ。だがストップしてもすぐには止まらず、ダメージが大きくなってしまった。工場長が止めてくれたんですね。ありがとうございます。やめてください。事故を防止できなかった。本当に申し訳ございませんでした。そう言うと彼は深々と俺に頭を下げた。工場長は最後に俺と共に巻き込まれた作業員のことについて触れた。残念ながら彼は亡くなりました。あ、そうですか。それを聞いた時、俺は両肩に重いものがのしかかるような感じがした。気になって調べてみると、遠心分離機に人間がかけられると悲惨なことになるそうだ。骨は砂利のように粉々に砕け、軟体動物のようになる。さらに細胞レベルで体内が液体化し、穴という穴から水分が全て流れ出る。そして1時間も回し続けると、野田野田、最後は硬い干し肉のようになってしまうという。そこまではなっていないと思うが、彼の末路を思うと気が重い。生きてるだけで儲け物だよな。今回は特に。せっかく拾った命なんだ。感謝して必死に生きていこうじゃないか。俺の名前は佐竹博文。秋の夜長に不幸を満喫する羽目になったサラリーマンだ。今日俺は彼女の知恵と紅葉を見に来ている。うわー、綺麗。まあ空気もうまいし最高だな。いつもは都会暮らしなので、こういう場所に来るのは本当に気持ちがいい。登山の道も当たり障りのないハイキングコースを選んだし。さすがに今度はクマが出てくるとかないわよね。もちろんだとも。以前クマに殴り殺されかけてるからな。その辺もチェック済みだ。さすがにこれ以上俺の不幸に巻き込んだら愛想をつかされかねん。自分の不運され振られましたとか笑い話にもならん。そんなことになったら立ち直れんぞ。そんなことを考えているうちにキャンプ場へ到着。やっぱり用意したのはカレーの材料なんだな。いいじゃん、定番で。ありきたりな材料で作る普通のカレーでも、うまい、うまい。キャンプで食うとなぜか100倍うまい。テントや寝床の準備も終われば、焚き火を囲んで穏やかな時間が続く。ありがとうね、ひろふみ。今日は誘ってくれて。この頃はお互い忙しかったからさ、こういうのもたまには悪くないだろう。結婚すればこういう時間が普通に味わえるのかもしれない。しかし俺にはもったいないくらい知恵は綺麗だ。ずっと一緒にいれたらいいのにな。そんなことが頭をよぎったせいだろう。今ならプロポーズできるんじゃないか。俺は思わぬことを考えた。思えば知恵とも付き合って長い。そろそろけじめをつけてもいい時期だ。それに今は仕事も安定している。結婚を申し込めない理由はない。婚約指輪は用意していないが、それは後から二人で選べばいいなあ。知恵、ちょっと大事な話があるんだけど。何、ひろふみ。言うんだ俺、勢いだ。世の中の大半は勢いで決まると言うじゃないか。俺と、もしよかったら、末永く一緒の墓に、何、ひろふみ。もうラジがあかん。当たって砕けろだ。知恵、俺と結婚して。勢いのままにプロポーズしようとしたその瞬間だった。突然地面から閃光が溢れ出したかと思ったら、え、何、光ってる。なんだ、眩しいな。おお、これは俺のプロポーズを神が祝福しているのかと思った直後、突然地面が弾け飛び大爆発を起こしたのだ。まるで噴火のように湧き上がる熱と衝撃が俺たちを襲った。耳をつんざく爆音とともに体が宙を舞う感覚。うわあ、一体何が起きた。なぜ俺たちは上空にいるんだ。知恵は意識がない。まずい、せめて知恵を守るんだ。俺はボロボロになった両腕で知恵を抱き寄せた。何が起こったのかもわからないまま、知恵をかばったまま俺たちは地面へ叩きつけられてしまった。全身の皮膚が激しく損傷し、痛みで息が詰まる。どうやら画面もかなりえぐれているらしい。そんな馬鹿げた痛みを押して俺は体を持ち上げた。このくらいの痛みなんて慣れたものだ。体が動くなら大したことじゃない。知恵、大丈夫か。それよりも問題は知恵のことだ。知恵は俺と違ってこんなことに慣れていない。何より女の子だ。大丈夫か。命に別状はないのか。体に傷が残ったら大事だ。ひろふみ、守ってくれてありがとう。ああ、よかった。知恵はところどころ火傷はあるものの無事だった。爆発の至近距離にいたのは俺で、彼女はほんの少し距離があったため軽傷で済んだのだ。助けよう、救急車を呼んでくる。しかし膝にも甚大なダメージを負っているようで、歩くたびに血が吹き出た。救急車を呼ぶんだ。助けを呼ぼうにも視界がかすれて、まっすぐ歩けているかもわからない。
もう半分意識を失い、情けないことに視界はほぼなかった。おお、大丈夫ですか？けれど崩れ落ちる俺の体を誰かが支えてくれたんだ。知恵が、鶴が怪我をしているんです。わかりました。お連れさんも救護しますから、まずは病院へ。その言葉で気が抜けた俺はそのまま意識を失ってしまった。次に目が覚めると俺は病院のベッドの上にいた。なんて格好だよ。まるでミイラだ。立ち上がろうとしたが全身が痛くて体を動かすことができない。とりあえずナースコールを押すと看護師を引き連れて医師が現れた。よかった、目を覚まされたんですね。あの、俺と一緒に連れの女の子が運ばれてきたと思うんですが。俺のことはいい、シエはどうなったんだ？俺がそう問いかけると医師は笑顔を浮かべた。心配いりません、お連れさんはあなたに比べれば全然軽傷ですから。傷は残っていませんが、体にいくつか火傷が見られますが大丈夫ではないかと。その医師の言葉に俺は体の力が抜けた。俺の方だがやはりと言うべきかかなりの重傷だった。顔の傷に加えて肋骨骨折、両膝の皿が破壊、腕の骨折、胸からお腹にかけて3度の火傷があります。それは重いのでしょうか？その問いに対する医師の答えは皮膚移植が必要なほどにひどいだった。火傷における3度は皮膚だけじゃなく脂肪や筋肉などの皮下組織にまで火傷が及んでいる状態らしい。この場合神経や血管も熱でやられているため痛みを感じない場合は多いのです。そうですか。そんな状態でよく動けたもんだ。しかし一体何が起こったんだ？知恵。それから1週間後、俺は皮膚移植の手術を受けることになった。では食費を開始します。佐竹さん、必ず戻すからね。麻酔をかけられていたので実感はないが、かなり大掛かりな手術だったらしい。目が覚めると今まで痛みがなかった胸の火傷がヒリヒリと痛んで驚いた。皮膚は損傷の少なかった臀部からいただきました。ここに貼り付いているのはケツの皮なのか。そう考えると微妙な気分になるけど、それは言っても仕方がないことだ。それから数日後、今度は警察が俺の元を訪れた。不発弾だって。あのキャンプ場には二次大戦のそれが埋まっていたんですよ。さすがにこれには俺も言葉が出なかった。二次大戦の空襲で落とされた爆弾が破裂せず、そのまま地面に埋まっていたというのだ。不発弾の上に台所があったために何度も火を起こすうちに誘爆したというのが今回の原因だった。不幸中の幸いなのは爆弾が小型だったことでしょうね。もし大型だったら？専門家が言うにはキャンプ場ごとコッパみじんだそうです。時空を超えて大量殺戮なんて誰に起こればいいんだ。こうしてある程度治療が完了した頃、知恵が俺の部屋に来てくれた。傷や火傷の方は大丈夫なのか？うん、あとは残らないってお医者さんが言ってた。よかった、知恵が無事とは聞いてたけど、それだけが心配だったのだ。ごめんな、また変なことに巻き込んじまって。ひろふみのせいじゃないでしょ。確かにそうなんだが、日頃の不運を思うと申し訳ない気持ちでいっぱいになる。とはいえ俺も大概厳禁なもので、知恵と話しているとそんな悩みも吹っ飛んでしまった。また来るからね。知恵もあんまり無茶するなよ。そうだ、回復したらあの話の続きを聞かせてね。不意打ちでそう言われて俺はうまく返事を返せなかった。あそこでもちろんだと言えなかったのは我ながら何とも情けない限りだけど、恋人にああ言われたんだ。答えなきゃ男が廃る。病院から出たら結婚のこと真面目に考えないとな。俺の名前は佐竹博文、今回もまた生き延びることができた普通の男だ。